本ですね。今日は着物にウエスタンブーツ履いてというのが出るはずだったんですが、まあ、コロナとか、まあ、オリンピック延期になったりとか、まあ、いろいろあって、昨年の12月に、この本が出版されたんですが、これはですね、野外式着物を考えて、なんで考えたのかとか、あとは矢作千鶴子がどうして着物にのめり込んだのかとか、まあこの年からですね始めてるわけですから何かあったんだと思うんですが、まあ、そういったことがですねこの本の中には入っています。で、前半にピロ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 漫画で始まるんですけれども、この舞台はなんとアメリカなんですよね。なんでと思いますよね。まあ、それがちょっと読みやすい本として、出版されています。 Amazon でも買えます。書店でも注文したら買えます。ということで、幻冬舎さんから出てます。よろしくお読みください。もっともっと着物好きになると思います。よろしくお願いします。どういう人に読んでほしいんですか？この本はですね、まあ、着物の人口って言いますと大体50、60ぐらいが、70、80ぐらいが多いんですよ。着物って本当に世界中の中でも稀有なファッション、もう本当にブランドだと思うんですね。ジャパンブランド、もう絶対にこれ着た方がいい、これから世界に出るとか、国際人ですから皆さんね。そういう点では若い人に読んでほしいです。で、言い忘れましたが、26個の私の生きてきた格言が書かれています。現在、65歳なんですが、65歳から90まで25年間もっともっと自分を育てていきたいって、まあ、思ってるんですね。まあ、なんでそういう考えになったのかっていう格言26個もあります。だからこれどちらかというと、まあ、5歳から90歳までの人に読んでもらいたいんですけど、一番のターゲットは20代、30代ですよ、40代ですよ、子育て世代も含めてですね、人生はいつも夢を持って歩いていきましょうと、ね、挑戦をしましょうというような本なんですね。私も90歳まで、いや100歳まで挑戦していきたいと思ってるんですね。ぜひお読みください。よろしく、チャンネル登録もよろしく。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、いろいろ皆さんこういう場合はどうしたらいいのとか、まあ、私こういう着物持ってるんですけどどうなんですかとか、サイズってどうなんですかとか、いろいろわからないことだらけだと思うんですよね。まあ、素朴な疑問、こんなこと聞いたら笑われちゃうっていう質問、まあ、どしどしとコメント欄に入れていただければ、矢作千鶴子、まあ、着物の普及にかけてます。命をかけてます。人生もかけてます。ですから皆さんにそういうことを、まあ、親切ですね、親切に、お伝えしたいと思っています。だからどしどしと質問してください。ぜひチャンネル登録を、あれ、ここかな、ここかな、お願いします。質問もね、よろしくお願いします。さよなら、またね。